大正寺は、岡山県三鷹市にある新言州の寺院。三号は、恵立山。本尊は、本堂不動院に、不動明王、脇仏家として、本坊客殿に、愛禅明王、観音堂に、女意林観音が祀られている。本尊不動明王は33年ごとの回避で、次回の本尊回避代表要は2024年3月27日である。あじの名所として、 寺寮内に1万株のアジサイ園を誇り、アジサイ寺の通称がある。また冬の南天の名所として、福寿南天寺を称している。西国愛前17霊場第7番札所、山陽花の寺24家、寺第13番札所。辞典によれば、天平10年に、聖武天皇の直命で、行家が解散。古院、十八坊を誇り山岳仏教の聖地として、 西の高野山と称された流星の地であったが、豊臣秀吉の針馬光月白攻めの陛下によりほとんどの東道を消失した。その後、江戸時代初期の慶長9年頃、津山藩書大藩主となった森忠政は津山城追記に際し、城址祈願書として、現在の本堂不動員、本坊、客伝などを再建したと伝わる。毎年、紫陽花の開花期には、 アジサイ花祭りとアジサイ七夕祭りが開催される。祭りの期間中は入山料として500円が必要となる。なお、入山料は同年期間内は領収書を提示すれば無料で再入山できる。なお、自動車で訪問の場合は駐車料として毎回500円必要となる。小説、宮本武蔵吉川英治が昭和初期に小説、 宮本武蔵を執筆する際に、武蔵生誕の地に近い大正寺に幾度も登竜し、構想を練った。小説の中で、拓安王将に青年時代の宮本武蔵が吊るされる千年過ぎは、大正寺の大長がモデルと言われ、小説には、大正寺の鐘が鳴るで始まる節がある。三門前には、吉川英治の小説を原作とする大河ドラマ、 宮本武蔵を放送した日本放送協会の協力によって武蔵を通の銅像が建てられている。ありがとうございます。